航路園とは、兵庫県西宮市の宿川中、下流域の地域名である、西宮7園の一つに数えられる。阪神航路園駅名称は1907年に、大阪の佐藤省、河野倉地と、長谷山や一が、宿川西岸の羽衣町、霞町、松園町、愛生い町、雲井町、殿山町周辺地域に開設した、航路園遊園地に由来する。 当時関西最大だったこの遊園地は開園後2年で外国人経営の土地会社サミエル紹介の手に渡り1913年に廃園一部の施設は川口へ移ったかつて存在したコーロ園遊園地ウォーターシュート1920年に阪神急行電鉄が開通して高級住宅地となった阪神電鉄が遊園地経営に関与していたために 阪神航路園駅は移転後の遊園地の付近にある。そのため、阪急は住宅分譲に航路園の名を使うことはできなかったため、阪急沿線では住宅名に宿川とつけるのが普通である。海岸はかつて航路園海水浴場として親しまれたお前浜。同地には西宮放題があり、その東は西宮マリーナである。他には、 西宮市大屋記念美術館、辰馬考古資料館、菊池海類館などの博物館、美術館が立地している。ありがとうございます。